き上がり、何かの予言が当たるとき、何かが終わりを告げるとき、誰もが勇気を忘れちゃいけない、優しい心も忘れちゃいけない、獅子の瞳が輝いて、ウルトラマンこんなこと落ちるなんて男のじゃないぞ。おい、みんな見なさい、これがケース言ってんだよ。惜しいな。大村さん、もっと静かにしてください。あ、うるさかったか。僕30回に挑戦していたんです。この子は松本一郎君、ご両親はアメリカの支店に勤めてるの、うん、それでおじさんの家に下宿してるのよ、うん、そのおじさんってのがほら、この間の試合でガチーンとノックアウト勝ちしたボクシングヘビー級のチャンピオンなんですよ。ああ、マイティ松本か。そう、僕の誕生日までに30回できるようになりたかったんだよ。おじさんは頑張り屋が好きなんだ。ああ、いい話だ。どっかで見たことあるぞ。何？そうだ、ヘビー級チャンピオンマイティ松本だ。
おじさんの敵は必ず取る。嘘だ、敵っ子ないよ。おじさんはチャンピオンだったんだ。おじさんより強い人だっているもんか。そうかもしれない。しかしマックも僕もそのために全力を尽くそう。いくらそんなこと言ってもおじさんはもう帰ってこないんだ。一体お前がついていながら何たる様だ。すいませんでした。私に謝ったところで何の解決にもなりません。謝る前にお前はケットル星人を倒さねばならん。それがお前の役目だ。分かってます。しかし悲しみに暮れる一郎君をこのまま放っとくわけにはいきません。聖人を倒すのもお前の役目なら、また悲しみに暮れる人間を救うのもお前の役目ではないのか。自分の撒いた種を自分の手で刈るのは宇宙人も人間も同じことだ。他人の力を頼りにするな。隊長、さあ降りて。ねえパパ、懸垂10回できるようになったら自転車買ってね。ああ、いいとも。ちゃんとできさえすれば何でも買ってあげるよ。さあ行ってくれ。あきらくんちのパパって優しいのね。でも自転車買ってくれるなんて甘いよ。そんなことないさ、パパができたら買ってやるって言うんだもん。そんなお父さんなんて最低だ。何、僕のパパの悪口を言うのか。最低だ、最低だよ。くもーやろう。死んだぞ。どうしたんだ、そんな顔して。こいつが先に手を出したんだ。僕のパパのこと最低だって言うんだもん。懸垂の10回ぐらいや、女の子にだってできるよ。それに自転車だなんて甘いよ。一郎君、人のことなんかどうだっていいじゃないか。それより30回に挑戦することの方が君には価値があるんじゃないか。おじさんはマックに協力したんだよ。それなのに、それなのに死んでしまったんだ。一郎君。おじさん。の気持ちが痛いほど分かっていた。一郎のおじさんを殺したケットル星人は自分が倒す、そう心に決めて空手の練習に励んだ。はい、こちらを取り。東京684地区に星人が現れました。急いでください。了解。
今度こそきっと。で、命を無駄にするな。なくしたら元も子もない。少年は残されたおばさんも失った。少年の心は閉ざされ、誰の心も言葉も信じないだろう。立て、立つんだ。少年の心に光をよみがえらせることのできるのはお前しかいない。スポーツクラブで一番懸垂が得意のはずじゃないか。さあ、30回に挑戦するんだ。嫌だ。シロ君、僕ばかし頑張ることなんかないさ。大鳥さんもマックも頑張ってなんかいないじゃないか。みんな頑張っていればおじさんもおばさんも死ななかったんだ。僕は一人ぼっちになっちゃったんだ。シロ君、わかるよ。嘘だ。大鳥さんにわかるもんか。君にはお父さんもお母さんもいる。だが僕は父も母も兄弟もみんな成人に殺された。でもいつまでも悲しんだりはしていなかった。みんなを殺した成人を倒さなければならなかったんだ。成人を？成人は力も強く頭もいい、かなり手強い相手だ。だが倒さねばならない。そうしなければ僕の命はない。大鳥さん、今度成人が現れたら必ず僕が倒す。君はそれまでに30回に挑戦するんだ。うん。ほら、約束しよう。さよし、頑張れよ。うん、よし。
そうだ。頑張れ一郎君。君は男の子だ。男はいつも一人で戦うんだ。自分と戦うんだ。頑張れ。僕も聖人を倒すために。
ならぬとき。一郎君、アメリカに着いたら大鳥さんのこと一番にお父さんに話します。今度帰ってくる時には懸垂50回できるようになってくるんだぜ。いいえ、100回に挑戦します。欲張りめ。さあさあさあ、早く乗った早く乗った、ほれ飛行機乗り遅れちゃうぞ。よし、さあさあさあ、さあお願いしますよ。お願いします。じゃあな。さようなら。バイバイ。の布を体にまとい、槍と盾を持った奇妙な格好の青年佐藤三郎が現れ、元とコンビを組むことになった。怪獣バングを倒すため2人は奇妙な作戦を開始した。頑張れレオ。さあみんなで見よう。